集まっているでしょ。イギリスのことでよく取りしたのは、この選挙、EU 離脱が終わった後で、EU のことについて突然調べ始めた人が多いってことです。つまり、EU って何だか全然知らないで、それで投票しちゃった人が多いってことなのかもしれない。これは私たち、憲法のことって、わかんないっていう人が多い。でも憲法を知らないで投票しちゃったりとかすると、あとでとんでもないことが起こっちゃったり、その時になって憲法ってどうだって読み直すようなことが起きるじゃないかなっていうふうに考えたのは、私の例を見て、私は一票のこと、一票、あなたの一票で世の中は変わる。だから、最初に答えましょうよ。で、皆さんが持ってる票は、全国比例数、全国比例数と、それぞれの地域の地方区と、皆さんそれぞれ1票ずつ票を持っています。で、東京選挙区の場合は、そこ、この近くにも看板があると思いますけども、会見に進んでいくということが言われています。そんな大騒ぎをするな。
そんなお騒ぎをするとは考え違いしない、そう思ってはならないということが、去年の安保法制をめぐる国会の中の、関係の中の議論では分かると思います。その前の選挙の公約で、国産的に自衛権を求める、それを公約に掲げて、自民党、公明党が選挙に臨んだでしょうか。そんなことありません。公約の僕たち自体の機会のためにあった、それを解釈を上げて、そういう機会がありました。そこからの次、今度は3分の1の勢力を取れば、堂々とやるということは十分に考えられる。安倍晋三のおじいさんは、ドブスケという感じですけれども、ドブスケはどうしてもそれが実現できなかった。孫の安倍晋三さんはどうしてもそれがやりたい。だから、その可能性はあるんではないだろうかと考えた方がよろしい。だとすると、だとするとありがとうございます。だとすると、そうではない。が詳しい報道をしています。その報道からすると、東京都6議席の中で、5議席はもう固まったと言われています。つまり東京都選挙の実態は最後の1議席をめぐる総選挙と言っても過言ではない、そういう状況にあります。誰が争っているかというと、政党でいうと大阪維新の候補、もう一人は負けてもらったら負けてもらったで、今度朝日新聞側が業務上背任の暴力
やる根拠はないですか。まあ、会社とだけ決定すれば OK の。だから、まあ、会社として認識になったら、なんかそういうのかなっていうか、まあ、ただ運動の大きさ考えるとそれぐらいちょっと集まってるのかな。ピンチョームにあれシーズンはまだ代表が形にいるのか、ピンチョームなんかあれこのままあれはもっとやばい、あれの軽いのさ、チームの感じしてるいまいち分かってないんですけど、なんか正規団体としてなんか登録しないといけないっていうのは、絶対が子供が財務省の金融庁が国際標準があったから、だから今全くほとんどなく競争採択されました。会社で作って国際標準に対して3台のメーカーが本当にこういう物資を持って海外に全員動くことができる、だけど有事の時だけは財務省の金融庁に、こういう法律の日本でどうということは本当に安全なんですかとかですね、だから本当に見たかったですね。ボランティアじゃないだけれども、そういう日本語が大事に与えてもう新規にショットきついやね。どう考えたら平和運動やってる気がします。あれ分かるよ、皆さんもでも平和運動で、そういう男性の方々が今後そういう人もですね、平和の方々だけに海外に行ってですね、全国組織じゃないけど、各地にあって、あの各々がやってるっていうのが、なんか全国的にあるとか、なんかそのかな、そんな感じで、こういう海外に派遣される可能性っていうのは全くないとは言い切れないんです。本当に危険な状況というのはあると思っていた。詳しく知らない。毎週ね、ワンちゃんの会社に、ね、もらったんですけど、